で中国って大体歴史を見ますとね、侵略をするときに最初に抑えるのが水資源なんですね。で次にエネルギーを抑えます。今太陽光のねメガソーラーもほとんど中国系ですよね。今のね与党体制とすごい癒着してますよね。そして水とエネルギーを抑えたらいよいよ人が入り込んでくると。参政党は昨年の参議院選挙の時に私もこちらの倉敷の方で街頭演説をいたしましてですね、であの後本当に参政党現象っていうのがものすごい勢いで高まりまして、ちょっとね安倍さんが急に暗殺されたっていうところは残念なことがあったんですけども、最終日は芝公園で1万人超えると。これは多分ですね、日本の戦後の選挙史上、最高記録じゃないかなと思うんですね。選挙活動、政党の選挙活動に、動員したわけでもなく1万人以上の人が集まるということはですね、これは参政党現象って言葉が生まれたんですが、本当に国民運動になってるんですね、これですね。ありがとうございます。おかげさまで、はい、でもう新しい歴史の1ページが昨年から開かれようとしているというぐらいのことが起こってるんですね。で我々別に組織も何もないんで、何も仕掛けも何もないんですね。でもプロの政治家の政治、評論家の皆さんはですね、やっぱり理解がなかなかできないみたいで、なんかバックにあるんだろうっていつまでも疑われるんですね。なんか統一教会とね密接な関係があるとか。でもね、参政党はここではっきり申し上げますが、統一教会とは一番関係のない政党ですね。だから自民党がなんで統一教会と縁があるかというと、私も昔自民党ではありませんが、衆議院議員やってたんで周り見てて分かりましたけども、宗教団体の皆さんっていうのは選挙の時に少子張りだとかあるいはポスター張りってね、党員はものすごく苦労したと思うんですが、それをボランティアでやってくれるんですよね。でやってくれるもんですから、その後やっぱり集会に顔出さないといかないっていうことで縁ができてしまうと。でも参政党は全部党員がやってくれるんですね、ボランティアですね。ですからありがとうございます。ですからね、ああいうところと一番縁がないところなんですよ、政党なんですよね。ということはもう自信持っていただけると思います。その他いろいろですね、参政党が、なんていうか正論をあんまりこう言うもんですからね、嫌がってる勢力がいっぱいあるんですよ。でもね、我々ね、そういう勢力を出していかないと私たちの次の世代に、ね、日本残せないから立ち上がったんですよね。だから、いろんなこと言われるけれども、これも一つの戦いだと思っていただければと思います。何も気にしないでください。我々何もやましいものがありませんので、はい、ありがとうございます。そこは信頼してください。こんなにね、自分の利益も顧みずね、馬鹿正直に国のため国のためって言ってる政党って多分これも初めてじゃないかなと思いますね。ですから、私たちずっと選挙の時から言ってたんですけども、他の政党は何のために、このね政治をやってるかというと、次の選挙で勝つためなんですよ、要するに。で選挙がお仕事なんですね。で選挙で勝つために政策を考えて、で選挙で勝つために党員を導入して、そして選挙で勝ったらその政策を公約したのがですね、全然やらなかったりとか、あるいは全然公約してないものを急にやったりとかですね、そういうようなのが普通なんです。でそれを職業政治家と言いましてね。でこの職業政治家がずっとこのね30年間日本をこんなにしてしまった、こんなにしたっていうのはもう世界でも珍しいです。賃金がずっと上がってない国なんてないですよね、他にね。で経済が全然成長しない、これはね、普通にやったらみんな頑張って働いてるんですから、経済成長して賃金が上がるのは当たり前なんですね。でところがそれが日本だけ起こらなかったって、一体何だろうと、これはですね、ということを、政治がこれもたらした結果なんです。で政治はじゃあ何やってたのかと、やっぱりね、日本のね国家の軸を失ってたんですね、この30年間ですね。で国家の軸がないから、我々ねグローバリズムって言葉で言ってますけどね、今国会行ってもね、グローバリズムって言っても他の政党の人みんなピンとこないんですね。我々の真の敵はグローバル全体主義なんですね。でこれが日本のね構造改革、構造改革って言ってバカの一つ覚えみたいに、私もこれ改革真理教だって言ってるんですね。もう改革真理教の政治ばっかりついて、行政改革、構造改革、最近では身を切る改革、改革改革ってですね。でも結果なんでしょうかね、賃金上がってないじゃないですか、ね、上がってなかったらね、政治のね、あれみんなあれ責任取んなきゃダメですよ。
企業だってそうですよね。成果が上がらなかったら経営者責任取らなきゃいけないですよね。30年もやって賃金が上がらなかったっていうのはこれ政治が全部失敗なんです。これ全部今までの政治が全部失敗なんです。これと言ってもおかしくないけれども、誰もそういうこと言わないですよね。でこのじゃあなんでそうなったのか、もう日本をね買収しやすい国にどんどん変えていったんですよ。構造改革とか言ってね、もうね日本という国はがっちりとね企業同士がね長期的な関係で信頼関係で結びついていたんですね。それを株はね市場に放出しろとか言ってね、それでどん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 買収しやすい国を作ってきました。でそれがアメリカの、やったことですね。よくね賛成とは陰謀論者って言うけど、私はね陰謀っていうのは現実にあるから陰謀論者は間違いだ。陰謀論だっていう人たちはもう申し訳ないけども不勉強、国際社会知らない人たちが言うんですよ。で参政党ってね国際社会のことよく知ってる人がすごい応援してるんですよ。例えば大手商社だとか ああいうところで世界を知ってる人たちが初めて本当のことを言う政党が出てきたって支持してるんですね。でね、だから私もね大蔵省ってとこいたんですけども、例のねノーパンしゃぶしゃぶ事件ってありましたけどね、私行ってませんけどね。でもねでも別に行こうが行く前あれどうでもいい話なんです。あれで別に喜んで言ってたわけでもないんですよね。でもああいうのをスキャンダルにして、それいかにもね大蔵省は立たれてるというふうにして、でメディアがそれに乗っかって捜査当局まで動いて、あれもうなんていうかね、まあ茶番でしたね。で私それね現場で見ていて、これね意図が分かったんですよ。ウォール街が日本のお金をね自由にコントロールしようと思ってたんです。あれがあの時のアメリカのね国家戦略だったんですね。で日本人って一生懸命働いて莫大な貯蓄や金融資産持ってるから、それを自分たちがマネージしようということで、一番邪魔だった大蔵省を叩いたわけです。官僚機構が邪魔だったんですね。彼らにとっては日本で一番優秀な分野だったんです昔は。まあ、最近はだいぶね落ちましたけどね、でもそれもね彼らの、罠なんですよね。でそれにメディアわーっと乗って、で国家解体というのをどんどん進められてきたんですね。結果として買収されやすい国になっちゃった、そしてその後ですね、ウォール街がこのリーマンショックでちょっと弱ってから代わりにこうねこう出てきたのが中国ですよね。もうすごいですね。まあ、岡山もこれからもちょっと聞いてみようと思いますが、もう全国あちこちの土地がすごい買われてましてね、これすごい勢いですよ。この間愛媛県に行ったら、このね150ヘクタールの農地がどんどん中国税に買われてると言って、まあ、我々の参政党の仲間のね愛媛県会議員が今声を上げ始めたんですが、それはね日本の行政と癒着してるんですよね。とって農家としては最近ねどうもパッとしないから、まあ、売りたい、まあ、欲望に駆られちゃうんですね。どうしても売らざるを得ないところに追い込まれてる、経済が悪いとですね。でそしたらそこはねすごい水源地なんですね。世界日本一の名水が出るようなところですね。で中国税っていうのは水が欲しいんですね。で中国の中にきれいな水ないんです。で中国って大体歴史を見ますとね、侵略をするときに最初に抑えるのが水資源なんですね。で次にエネルギーを抑えます。今太陽光のねメガソーラーもうほとんど中国系ですよね。でそれもね日本のね、まあ、今のね与党体制とすごい癒着してますよね。でこういったことが次々と明らかになってるんですけども、そして水とエネルギーを抑えたらいよいよ人が入り込んでくるということですね。で日本を日本でなくするそういう地域がどんどんこれから拡大していくんです、ほっといたらですね。でこれに対して日本はそれをね止める手段がほとんどないんです。日本はお人よしなんで、どうぞ、もうね世界がね建前で言ってる話を日本は本当にそのままやっちゃうから、内外無差別自由競争って言ったらですね、もうそのまんまやっちゃって、どんどん買われてもですね止めようがないということを作ってきて、それを止めなかった今の政治も大きな責任を取らなきゃいけません。これはね、そう思いませんか皆さん。で今ねもう世界はグローバル化ってみんなで、ね、騒いできたけれども、でもねこの私たち国民を豊かにしない経済って意味がないんですよ。賃金が上がらない経済って何のために経済あるのということなんですね。もう一度国民経済っていうのを取り戻そうというのを私もずっと提案してきました。で国民経済を取り戻すためにはお金の循環をね、お金が回らなきゃダメですね。お金を回すのが松田プランなんですね。マナピープランって最近言ってるんですけどね、 MMT じゃなくて MMP、 松田学ぶプラン、お金をね回すためにはこれしかないんです。で他のね政党はね、いや積極財政って自民党の中にもね志のある方がおっしゃるんですが、でもね実際にできないんですよ。
これね、財務省とか日銀とかね、マーケットっていうのはものすごい大きな壁なんですよね。で、で彼らが絶対に嫌だっていうものはどんなに政治家が言ってもできないんです。でもね、たった一つね、ブレイクスルーができるのがマツダプランなんですね。国債を減らしちゃうんですよね。そしたら彼ら文句言えない、マーケットも文句言えない、国債がお金に変わります、みんながね、使えるデジタル円というお金に変わりますというふうになるんですね。そういう出口があるとね、積極財政どーっとね、お金をね出せるんです、いくらでも。っていうのは、日本は世界で一番世界にお金を供給している国なんですね。え、世界中を豊かにしてる国なんですよ。でも私たちのところにそのお金回ってこないから、私たちは豊かにならないで、アメリカを成長させですね、そして中国を太らせてるのも日本ですよ。日本のマネーがアメリカを通して中国に回ってですね、軍事力を強めさせたり、技術もそうですね。私も昔サイバーセキュリティやったんですけどね、もうどん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 知らないうちに抜かれてますよ、中国にね。ある会社が一生懸命開発して、さあ今日からマーケットで、ね、新製品だって出したらですね、同じ日に同じ製品が向こうの方で出てると。向こうは研究開発かやってないから、コストが安くてできるわけですよ。勝てるわけないんですね。それがね、日本のデフレの大きな原因の一つなんですね。情報を抜かれ、お金を世界に供給し、私たちは一生懸命働いて、脅威をね、隣の国の脅威を拡大し、他の国を豊かにして、日本ってめちゃくちゃお人よしの国だったんですね。まあね、もちろんね、人よしっていうのはいいことですよ。善なること、日本人って善人ですからね。だけどそれずっとやってたら、私たちの子供が一体どうなるのかと。もうね、どん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 貧困化していって、どんどん買収されていって、やっぱり一番心配なのは、まあね、今日のウイグル、明日の日本、今日の香港、明日の日本とかね、そうなりかねない。真面目にそういうことをね、真剣に考えないところまで来ちゃいました。でもね、日本人って賢いと思います。賢いと本当に思ったのは、心でいいと思ったのは、やっぱりね、参政党の去年の参院選に向けて、全国あちこち回っても、今もそうですが、たくさんのね、普通の方々がね、この運動に加わってくれてることなんです。それもね、家庭の主婦の方とかね、お母さんとか、そういう方々が自分たちの子供に、このままだったらね、自分たちの国は残せないっていう真剣な危機感で立ち上がってくれてるんですね。で、今回も、まあ、参院選もね、この岡山では、主婦の、私は普通の主婦ですとおっしゃった方、立っていただきましたね。で、今もね、地方選でもね、私はただの主婦なんですとかね、私はただのお母さんですという方、ね、結構いらっしゃる。でもね、お母さんとか主婦がね、この政治に出られるっていうのが大事なんです。で、これをやらないとね、国民の手に政治戻りません。で、変わった人ばっかり今政治家やってますからね。で、どういう人がやってるかというと、まあ、私もその一人だったんで、私も変わってたんですけども、衆議院やってたんで、要するにお金をね、ないと選挙に出られないって言って、ね、そしてお金持ってる人に頭下げて、私を男にしてくださいって言ってですね、そしてそのお金をですね、政党に貢いで公認してくださいって言ってですね、そしてね、政治家になったらね、何度も何度も政治資金パーティーやって、お金ください、お金ください。そしてね、土日になったらね、大体ね、金曜日の午後になるとね、国会議員ってみんなそわそわするんですよ。あ、地元に帰んなきゃって言ってですね、そして月曜日、できるだけ長くいてですね、それで週末は地元で、このね、こう、個別訪問して、とにかくね、選挙のこととお金のことばっかり考えてるんですよね。で、そういう人たちばっかりなんですよ。で、我々はそうじゃなくて、だからね、まともな人はね、今の仕組みだったら政治家になろうとしないと思いますよ、本当に。で、親から譲り受けた地盤があるとか、ね、テレビでものすごく有名な人とか、ほんの例外な人ばっかりですよ。で、私たちは普通の人が志を持てば政治に出られる仕組みを作ろうと、これが参政党なんですね。だから参政党っていうんです。で、おかげさまでそういう方々に出ていただきました。去年なんかは、これね、やっぱりお金必要だからっつって、ここでまたね、いろんな人が言うんですよ。あれだけね、候補者をね、全部お金まで出したんですね。それでみんな出られますから、普通にやってくださいと。で、演説下手でもいいんです。演説下手でも気持ちが伝えることは大事なんです。本当なんです。有権者見てますから、そういうのね。あの人は口がうまいけど中身ないっていうのは気づくんですよね。でもね、口が下手でもね、中身があったらいいんですよ。それはちゃんと伝わります。で、そうやっていろんな方に出ていただける仕組みを作って、じゃあお金どうした？やっぱりスポンサーがいるんだろうってみんな思うんですね。ところが全部国民からの寄付金だったんですね。何億円も集まったわけです。
で 今もそういう形でやってるんですね。できるだけ多くの人にいい人に出てほしいと、出られるようにしようという、それがね参政党なんです。だから、もうね参政党は私と神谷さんと仲間で、もう3年近く前ですね、決闘したんですが、その時に投票したい政党がないから自分たちで作ってみたっていうのはそういう精神なんですね。自分たちが当たり前に政治に参加できる仕組みを日本に作ろうじゃないかということが我々の原点なんですね。で、この原点を一番実現できるのは地方自治だと私は思ってます。地方自治は民主主義の学校と言われて、住民に一番近いところで政治や行政が行われる。だから今度の統一地方選ってとっても大事なんですよ。我々が目指している参加型、住民や国民が政治に参加する、単に時々ある選挙で票を投じるだけではなくて、私たち自身がこの政策を作っていく、あるいは政策に影響を与えていくということをやる、そういう民主主義をね、参政党がこのね地域地域で活発に動くことによって、こういう姿をね示していくという場になるということなんで、まあ、ぜひね岡山でもね皆さんに地方選を押し上げていただきたいというふうに思っています。さてですね、もう一つ参政党が去年こういうふうに伸びた大きな原因はですね、やはりね何かメディアは本当のこと言ってないんじゃないかということに多くの国民が気づき始めたことですね。